なんだとっていうね、はい、そんなバレンタインの結果が出ましたが、いやいや、そんな驚くことあらへんかな。もうね、最初から日を見るより明らか、うん、結果はもう決まってました。もう1位はこの人ですよね。え、あの人がいないバレンタインデーなんてね、もう正直ね、もうあんま興味ないんですよ。何やらね、やっぱりちょっといろいろ聞いてたら、もうバレンタイン推しがいないから今年は行ってませんとかいうね、声が多いよね。はい、ということでこんな感じです。まあこんな感じも何も、まあ、見えないけど遠目から。てかね、もうここにいる時点で、あら残念、セラフィーちゃん残念。まあでもあれだよね、もうセラフィーちゃんってさ、組織票がもうさ確立されてるわけですから、必ずバレンタインイベントはね、もう常連さんですよね、多分。もう何が起こっても常連さん。ね、もう組織票がある限り、もう票がね、割れることがありません。でも残念ながら僕はちょっと一つ思うのは、まああれだよね、セラフィーちゃんさ、最後さ、とびっきりの微笑みじゃなかったから、票が多分ね、こんなに少なかったような気がする。べほ笑みだもんな。やっぱりそこはさ、運営さん、もうセラフィーちゃんはとびっきりの方意味で通した方がいいんじゃないですか。そっちの方が僕票は入るような気がするんだよね。もう残念ながら3位ということで、はい。まあでもね、これどうすんの、この2人ね。いや、あれですよ、バージョン6始まってばっかりで上位に残れなかったっすからね、ユーライザちゃんとナンナちゃん。前回1位のね、イリューシャちゃん。ね、残念ながらね、落ちてしまったんだわけなんですが、やっぱりさ、上位に上がれた理由っていうのはさ、ストーリーに絡んでたからこそ、1位になったんですよね。ところがどっこい、ね、先日ストーリーに絡んだこのお二方がね、残らなかったっていうね、さあ、運営さん、どうやってねじ込んでくるんでしょうか、来年のバレンタインデーで。どうすんの。まあ正直ね、このユーライザとナンナってさ、まあ入らない理由はもうわかるよね。そんなバージョン6でさ、思い入れのあるシーンなんてなかったもんね。ただ登場人物して、まあ特にね、この子も最後あんなことになってね、あんまりいい思い出はなかったよね。ユーライザちゃんも大した活躍してなかったもんね。はい、特に今回、リナーシェちゃん。まあ、僕、推しなかったから、まあ、リナーシェちゃんも可愛いなと思ってて、入れてたんですけど、はい、残念ながら、あんな結果になるとは、ちょっとお前、頑張りよ、リューシェちゃん。まあ、でも、あれだよな。特にこの子が不憫だよな。あんなバージョン6でさ、あんな、ね、キャラクター演じさせられて、演じてるかどうかわかんないけどね。来年またこの舞台に立てるように精進いたしますわねって。まあどうせあれでしょう、運営の心添えでさ、どうせ立てるんでしょう。まあでもあんちゃんももうあれだよね、ストーリーで復活しない限りはね、もう来ることないでしょう。まあイリューシャも残念ながらね、来ないでしょうよ。このメレアーデちゃんがすごい引っかかるんだよ、メレアーデちゃんが。なぜ残ったのか、僕はちょっとね、不思議なんだけどね。まあということで、その話は後でおいといて、はい、こちらウェブに、かわいいな、はい、プクちゃん、唯一のプクちゃんです。やったっしゅ、私がクイーンの座をゲットしたでしゅ。こんな私がクイーンの座を本当にもらってしまうなんて、こそばゆくもあり、誇らしくもあり、皆さん感謝してるでしゅ。はい、俺ね、はい、レース刺繍の日傘を受け取った。ありがとうございます。そんな日傘、まあ今回のさ、バレンタインの衣装に合うよね。僕初めてこのさ、傘見た時、これ虫に食われた傘なんじゃねえかと思ったんだけど、まあ、まあ、よく見たらまあ可愛いけどな、まあ、無臭だ置いとけ。無臭だ置いとけ。本当に。かわいい、かわいい、どれやろうな、貴婦人って感じだよね、もう。まあそんなね、バレンタインデーが、ウェブにね、一択堂々の一
ったく。はい、ってことで今回の投票集結果発表がこちら。ウェムリンちゃんのもうほんとダントツ1位だよね。146万票。2位のさ、どうよ、どんだけウェブリン好きがいるの？初めて聞いたけど、そんな僕ね、いまだかつてウェブリンが出てから、まあ今日までで、ね、ウェブリンの名前そんな聞いたことなかったけどね、突如いきなり現れて、ウェブリン可愛い、ウェブリンに投票するとか言っていう声が多かったんですが、まあ正直これ今回組織票だろ、ぷくりぽさんたちの。まあでも全体的に去年と比べてかなりね、票を入れた人がね、まあこのアストルティアクイーンコンテストに足を運んだ人がね、だいぶ減ってたみたいで、まあやっぱり声が多かったのは自分の推しがいないから行かないね、自分が推しが今日いなかったから、まあその次のウェブリーちゃんかわいいからウェブリーちゃんに入れようとかっていうね、まあ声が多かったんですよね。これ絶対組織票でしょ、ウェブリーちゃん、ぷくりぽと、まあ、推しがいない人の票を集めたということで、まあ、3位のガッチガチのセラフィンファーマはね、これはかなり集めたんでしょうね。毎日毎日4枠で、セラフィーちゃん、セラフィーちゃん、とびっきりのベホイミとか言いながらね、やってたんでしょうな。まあ、でもそれがホイミだったら、ホイミだったらもっとこれ言ってたような気がする。うん。まあ、2位には上がってたような気がする。あれはベホイミだからこそ、3位なような気がする。で、さっき言ってたのメレアーデ。このメレアーデちゃん、どうした？おい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 、どうした？いきなり。こんな人気だった？いつしかメレアーデちゃん出てきた時って、こんなに票集めなかったでしょ？なんかこれ運営のね、なんか匂いがするんだよな。裏でピンプンプンプン。まあ、なんかストーリーに絡んできそうな感じだよね。なので、次にはメレアーデを絶対ね、出場させたいという意志が、あってのなんかメレアーデの2位って感じなんだよな。それに比べてどうなんですか、この4位、7位、8位のバージョン6の、まあ、さっきも言ったけど、正直この3人、バージョン6で出てきたばっかりだから、何も印象がないよね。うん、特にリナーシなんか、もう意地が悪い、ただのね、性格が悪い女というイメージしかないからね、この56万票しかなかったんだけども、上さん大丈夫ですかこれ。上位何名だったっけ？ 3 位までが次、来年のやついけるんかな？どうなんだろう？ 何 位なんだろうね。うん。まあ、ウェブリー、メレアーデ、セラフィーは次のね、アストロティアクイーンコンテスト出るの確定だと思うんですけども、このユーライザちゃん、今回、バージョン6の準主人公よね。これどうやって次にねじ込んでくるんだろう。そこの部分がちょっと僕楽しみでしょうがないんですけど。はい、次、ホワイトデー。これはちょっとね、ちょっと今日話してて楽しみになってきましたよ。毎回バレンタインデーっていうイベントの時はこういう傘だとかポーチだとかいうようなね、もらうをもらえてたんですけど、ホワイトデーはね、仕草とかもらえるから超楽しみ。まあなんだけども。はい、ここね、歴代のね、アストルティアクイーンが並んでるんですが、バレンタインってさ、意外にバラッバラだよね。ね、同じ人は2連続で来たことがないっていうね。ホワイトデーっていうのは、もう、かなりの組織票が動きますからね。もうヒューザ、もうヒューザ一択じゃないですか、君たちも。ヒューザなんつったって3連続で来た時がありますからね。もうヒューザか、それをヒューザを1位にさせない人たちの組織票、さあ、ヒューザ以外の誰を押そうという考えてる組織票しかねえんじゃねえのっていうぐらい、ホワイトデーっていうのはね、なんか公平な目で見れないような感じのイベントになっておるんですが、バージョン6の、もうあと残りイベントは、バトルコロシアムとジャニーズ投票イベントのみです。はい。まあでも、どうなるんだろうね、ホワイトデー。バージョン6のキャラクターがドドドドドドンと出たとしても、まあ言うても、今回のバレンタインイベントみたいになるんじゃね、もう。ねえ。どうすんの？あんまりなんか、印象がないけどな。ヒエズノのおじさん、まあエルフのボーイか。あのね、背の高い。エルフのボーイくんだ。まああれぐらいじゃねえの？まあ、ドワーフなんかはそんな人気になりそうじゃないしね。まあ、ホワイトデー、間もなく来ますのでね、
皆さんも楽しんでください。はい、ということで本日はバレンタインの投票結果が出て、組織票、あ、じゃあ組織票言うな。はい、華麗なる栄冠を手に入れたのはあのぷくりぽのウェブニーちゃんでした。はい、おめでとうございます。ウェブニーちゃん、また来年もよろしくお願いします。来年こそはバレリア様復活、いや、もしくはテリアさんでもいいよ、テリアちゃんでもいいから、ぜひ運営さん復活させてください。ちょっと予選はね、しっかりね、しっかりバレリア様に入れとかないとね。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。またね。